なんかもう、まあ、あと旅したことないんだよね。意外と？そう。あ、ちょっと意外。俺はもう18からの、うん、で今29歳だから11年間の青春を全てバンドに捧げてたから、旅とかも一切、全てのお金とか時間をバンド活動に捧げてて、でもずっとちっちゃい時から世界を旅してるって。おー、そうなんだ。それがかなり結構人生の中でもでかい夢ではある。だから今はすごくしたいね。そうなんだ。この数年以内に絶対したいと思ってて。わ、いいね。それをしてないからまだ、でもわかんない、それしたところでっていうのはわかんない、してないからわかんない、とにかくしたいっていうのはすごくある。わ、そう、とにかくしたいな。旅をしたい。そうそうそう。その世界見てみたいっていう、うん、そのなんかエネルギー源泉は何なんだろうね。いや、もうちっちゃい時から同じ気持ちっていうか、うん、もう映画とか、うん、映像の中でしか見たことない世界なんだよね、うんうん、もう日本以外のもの、うんうん、なんかいつもなんだ思うのは、日本、沖縄行こうが、うん、北海道行こうが、どこまで行っても日本なんだ、うん、そこは、うん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 、でもそれ以外にあるのに、うん、見れない、見たことないみたいな、なんか見たいってなる。とにかく、ね、本当に同時並行で別世界があるしね、パラレルワールドが、ね、本当にそんな気持ち、ね、なんかちょっと例えとして逆になんか今の話からするとちょっとそこなんかいっていうのがあるんだけど、僕12月に久米島って沖縄の離島に1ヶ月行ってたの。その時に思ったの、なんかね、雪が降るマイナス10度に行く限界集落に普段いるのに、うん、南国のマジで泳い3ミリのウェットスーツ着て泳いだりしたの、うん、泳げる美しい海があって、そのもう島中がサトウキビでこうサササってなってる島があるんだってなって、でやっぱ帰ってきた時に夢見てたんじゃないかなって思うんだけども、そこで出会って新しくできた友達がやっぱインスタとかでさ、あの今日の久米島みたいな感じで写真上げてる時に、夢じゃなかったんだと思って、本当にあったんだ、マジであるんだあの世界ってなった時に、言ったらね、言語も違う、住んでるその見た目とかも違う、カルチャーも違う人たちが世界中にあまたいると思うと、なんか、いや、そうなの、味わいたいよね。いや、本当なんか、これに関してはもう今の自分、分かりやすく言うと今の自分と全く違う感覚なんだけど、うん、めちゃくちゃコミュニケーションしたいの。おー、世界、海外の人たちめちゃめちゃ面白いね、それ。究極言ったら、日本の人たちと誰とも喋りたくない。めちゃくちゃ究極ね。誰にも興味ないって、興味ないっていうのは嘘だけど、うんうん、別にコミュニケーション取りたいとは思わないっていうか、なんか同じ世界、まあ、わかる、なんかこう、同じ国で動いてるし、大体入ってくる情報も、まあ、全然違うけど、まあ、日本っていう。うん、もっとこう別次元の人、うん、もう文化とか言葉とか、もう本当に別、もう本当に違う人と、うん、もう違う言葉で話したい、うん、その興味、それはねすごいわかるし、実はね僕もね、そのさっきさ、五感で体で味わうことってめっちゃ幸せだなと思ったんだけども、じゃあそれって感度の高さってあるなと思った。今僕がゴクリってビールを飲んだ時のその感度も、なんだろう、例えば分かんないけどさ、目隠しして耳も隠してゴクリって飲むのと、あともう超ざわついてる中で飲むビール、しかも酔っ払った状態で飲むビールって多分全然違う気がしてて、感度ってあるなと思った時に、その感度って多分コントラストによって生まれる気がする。なるほど。あ、はい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 。そうそう。例えば1年間ビール飲みませんって決めた後の一口のビールは、酔っ払ってる状態のビールとは多分別の味だと思うんだよね。
で多分それって他のいろんな視覚とか聴覚とか嗅覚とかいろんなことにも言える気がしていて、で多分海外に行って全くの異文化に触れるっていうのは、そのコントラストが超効いてるっていう意味で感じまくる気がしてて、そこかも、僕が目指してる、幸せにつながると思うんだけど、とにかくコントラストを、もうこうぐちゃぐちゃにするというかそれがある種刺激というか、なんか本当に常にそれ変化が大好き、変わることが本当に大好き、もうなんかなんだろう、慣れたものをすぐ手放したくなるというか、なんだろう、もう本当に移住もある種そうだったんだけど、別のもうこのなんだろう一定のリズムに飽きて、もう本当に違うところに行きたい、と思って伊豆に、東京から伊豆に来た、まあ、割と結構大きなテーマとしてはあったんだけど、でも別にそんなに変わんなくて、ああそうなんだ、そう、あこんくらいのコントラスト、まあさっきの話で言うとコントラストじゃ効かないんだなと思って、え面白い、そうなんだ、そう全然もうだから最初沖縄か伊豆かってなった時に、沖縄ぐらい行ったらコントラスト効いたのかなみたいなで多分効かないと思う、もっといかないと面白い、だから、もっともっと言うと、地球出たいと思う、あもはやね、そうね、本当ね、この前友達と話したんだけど、今もう本当に海外行きたいって、多分海外行ってもおそらく足りない、だから俺は多分地球を出たくなるっていうぐらい変化が好きすぎて、逆にちょっと怖くなるっていうか自分に、なんかここ家があって、なんか生活はここに根付いてる、生活してる、田んぼやったりとか畑やったりとか、ここで働いたりとか、ここでしかできないことをいっぱいやってるのに、変化にすごく興味を持ってて、コントラストをに幸せを感じてて、いろんなとこに行きたい、すごくなんか矛盾してるんだよ、自分がやってることと欲というか、だからそれをどう折り合いつけるか、折り合いつけないのかが、なんか自分でもまあ今のとこ興味がある、それがまあ最終的な、まあ、これが幸せなのかなっていうところに行き着くのかな、人生のうちに行き着きたいなっていう感じ。なるほどね。僕今さ、やっぱここでキーワードとしても、あの変化っていうキーワード出たなと思って、結構僕も変化っていうものをすごい重要視してるんだよね、その変化が好きっていうのはどういう感覚なんだろうってすごい今気になったんだけど、変化が好き、変化はやっぱり常に僕はしてて、音楽、でも結局変わってないっていうか、ルーツ、ルーツとか根本的には変わってないっていうか、なんだろう、変化なんだけど進化とも呼べるというか、アプローチが変わってるだけだと思って、音楽をや、東京でバンドで音楽やって、週に2回スタジオ入って、月に何回かライブ入る、ライブ活動します、それも音楽でも、伊豆に行ってまあのんびりゆったりやって、ソロで、バンドじゃなくてソロにやるっていう変化、で月に何回もライブをやってるから年に数本になる変化、でもそれ、そういう変化だとしても自分で選んでる変化であって、でも納得してる変化ではあるんだ、その時にそのペースでやるのはしんどいとか、この人数でやるのはしんどいとかって考えた時に、じゃあ果たして自分がこう、なんだろうな、そこの根底には音楽をずっと一生続けたいとか、続け、なんだろう、ずっと歌ってたいとかっていうのがあって、そのために必要な変化を常にしてるみたいな、なんかまず目標があるんだよ多分、俺の中では、変化する時には目標があって、それからブレないように
変わるみたいな。音楽を続けるためにこういう動きを変わりをするとか。なるほど。そうそうそう。だから変化なんだけど、多分一見したら知らない人からしたら、あ、伊豆に行ったなとか、あ、バンドやってねえなとか。はい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 。自分からしたらなんか変化ともまた違う、進んでるような感じはがないと変化なんか楽しくないっていうか、意味ないっていうか、本当に全く別のものをやるっていう変化じゃないっていうか、バーンってこうリセットしてるわけではないっていう、これもありますよね。じゃあ次これをじゃあ持っていくために、まあこれとこれは持っていけないから、例えばじゃあ音楽こっちに持っていきたいんだけど、バンドっていうものとか、バンドっていう形式とか、まあ、月に何本とかライブやってる状態とかっていうのは持っていけないから、うん、それは省いて音楽っていう、うん、もっとこう絞ったものを持っていきましょうみたいな、はい、一番大事なところ持っていきましょう、はいはいはい、これさえあればどこに行ってもいいですよみたいな、うんうん、みたいな状態。なるほどね。最悪もうこれがもうこういうリズムがある状態になったとしても、これは音楽だし、まあ、その時自分がやりたかったものかもしれないかったとしても音楽だから、これさえあれば自分の納得した変化になれる。なるほど。だから結構俺はなんだろう、なんかその時がっつりバンドやってたのに、一人になってもなんかへっちゃらっていうか、そうそうそう、その個別にいつでも会えるし、バンドメンバーと、そういう変化。なるほどね。もう音楽を一生やっていくっていう軸での変化であって、うん、だからそれある種その軸に対するトライアンドエラーみたいな感じだな。うん、なるほどな。だからなんかあんまり、アプローチを変えただけ。はいはい、はい、でも周りから見たらものすごい変化なんだけど、場所を変えるとか、東京から伊豆に行ったり、でも何にも変わってない。なるほどね。じゃあその変化が好きっていうのは何かこう核になるものがありつつの、うん、トライアンドエラーという変化なんだ。そうだね。あ、それめちゃめちゃ分かるなと思って、実はさっきの僕の成長したいみたいな、学習したいっていうのがあったんだけど、学習がハッピーっていうのがあったんだけど、僕ね、成長って言い換えると変化だと思ってて、なるほど、ね、そうやっぱね、成長って一概に成功することだけではないと思ってて、何かをチャレンジしてうまくいくこと、あ、こういうことがダメなんだって失敗もあって学ぶと思うんだけども、まあそれ全部ひっくるめて、成長だと思ってて、でつまりは変化だと思ってる、だってそれ以前の自分とは違うわけだから、はいはい、でもある種全身も交代も全部成長で変化だなと思ってて、でも変わることって最高だし、で多分その変わるためにはアクションだなって思ってて、僕ねアクション超大事なんじゃない、ハッピーに対して、ハッピーにおけるアクションは超重要じゃないかなと思ってね。結構でね、そのね、やっぱり変化成長した時に何が起こるかって自信がつく気がしてて、そうだね、なんか俺あのいなんか1期2期1レベル2レベル上がったっていう感覚そういや本当あるね、めっちゃあるそのね、変化した自分いいじゃん進んでるぜOK 自分って言えることってまた次なるチャレンジにつながるというか、いやだからそれが 肌で感じてるから、うん、もうおのずと地球出たいになっちゃうねもう怖いの地球出たくなったらどうしようと思ってあ、もはやね それが止まらなくなった時にね、でも多分分かんないけど、うん、今のこの俺の年齢で考えて、人生的に考えて、うん、まだ地球簡単に出れるのは、うん、多分かなわないんだろうなって思いながら、うん、だからそう、どうしよう、悲しい悲しいんだよ悲しいんだよ多分絶対地球出らんないと思うから、分かんないけど、あ
そうね、うん、この前でもあの ZOZO タウンの前澤さん、ね、宇宙行ってたよね。 ね思うとね、確かに分からない、あの飛行機を作ったライト兄弟からの旅客機が出てみんなが当たり前に行けるの年数を見た時に、もしかしたら僕たち生きてる間に行けちゃうかもしれない、もしかしたら分かんないけど、なんか結構さ宇宙飛行士の、まあ、ちょっとスピリチュアルっぽい話になっちゃうけど、宇宙に行って帰ってきた宇宙飛行士が結構なんかこうスピリチュアルに目覚めるっていう話があったりするらしいんだよね。今日なんか見たな、そういう、あ、マジで、そう、サムネイルで見た、あ、本当、脳がなんだっけ、脳がなんか書き換えられて、なんかこう、うん、なんか違う、変わるみたいな、見た、チャンネル増えるみたいな、なんかね変わるみたいな、脳が一回再起動するみたいな、マジでそういう書き方だった。うん、なんか本当だから行く前と行った後では変わるみたいなのはなんか見た。あるんだ。いやー今でもその話聞いた時にやっぱ僕思うもん、宇宙行きたいって地球出たい地球出たいよ、せっかくねいろんなこと味わえるんだったらその感覚を知りたいなって。じゃあ地球出ます、出ます我々今日のトークのオチは地球出たい2人です。あ、本当だね、地球出たいね、多分この感じだと、だってやっぱり変化を今まさにしようとしてる。そうだね、今ね、まあ、このトール君のところに今日こうやって来たのも、うん、伊豆にあの、ね、今彼女がいて、うん、一緒に彼女とその息子たちと一緒に住めるお家探しに来てるみたいなところがあって、うん、まさに、ね、最大の変化でっかいね、多分まあ移住して、うん、1年か2年暮らしたら、うん、地球出たい地球出たくなると思う。なっちゃうんだね。その頃にはもう準備してるから。準備してるから。まだかな。宇宙に行けるね。準備をね。キュッ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 ってね。こっちは準備できてるぜっつって。地球出よう。なってるかもね。確かに。すげえ好きな話があってさ、あの吉田松陰ってさ、あの結構江戸幕府を終わって明治に移る時の明治維新の結構こう大きなエネルギー源になった人がいて、なんかあのペリー、それこそ伊豆のさ下田に来たさペリーいるじゃん。ペリー来た時にやっぱ当時鎖国してた日本だから外国の人なんか多分みんな見たことがなかった。それでさ今でこそさあのこう白人の人とか、はいはいはい、全然見てもさ、ああなんか白人の人だってなるけど、当時の地球人ちゃうわ、日本人からするともう宇宙人来たみたいな感覚だと思うんだよね。しかもものすごい見た目違うしね。そうそう、体格見た目違って、でそれであの来た船も自分たちが見たことないぐらいの巨大で、はいはいはい、なんかエネルギー源もすごいみたいなと思った時に、多分今に例えるとさUFO がピューンって地球に来て、で地球を明け渡しなさいって言ってるような感じだと思うんだよね。でもそこに吉田松陰という人は船で小舟で乗りつけてってアメリカ連れてってくださいって言ったんだってそれでさ今に例えると宇宙人来た時に地球を明け渡せって言った時に宇宙人とか言って宇宙行きたいっていうような感じだと思うんだよね。でもその子自身の行動力ちょっとなんか分かっちゃうというか、ね、宇宙行きたい、行きたいもん ね、で宇宙行ったらどうなっちゃうんだろう自分っていうの見たいし感じたいよね、うん、だから本当 SF 映画大好き。あ、そうなんだ、うん、え、おすすめある？え、でも多分見たことあると思うけど、インターステラーはもう絶対好きでしょ。インターステラーだからあれはやっぱりすごいし、なんか全てが SF、 そんなに詳しくはないけど、うん、でもやっぱりなんか全て詰まってるなもう、うん、インターステラー、インターステラーやっぱり愛もあるし、あ愛ねSF も子供心をくすぐる、うん、SF
SF の要素も一番最後にもしかもあるし、そうね、確かに確かに確かに、SF ってね、ロマンがあるよね。だからやっぱり幸せって何ってなったら、うん、もうそういうものをとにかく体験することでしかなくて、うん、だから多分もう尽きないんだよね、うん、なんかこう海も何回行ってもまた行きたいって思うし、あこの美しい山を朝日だったり夕日だったりに何回見ても足りないの。今日も最高の夕日見たけど、そうそう、うん、西伊豆なんてさ、うん、もうね毎回いやうわーってもう初めて見た時のような何回味わっても足りないっていうものを常に体験し続けたいっていうことなのかもしれない。確かにそうかも、うん、なんかさ今僕たちはさ変な話もう食うに困らない時代に幸い生まれてるじゃん、うん、でもそれって結構人類史的に見ると本当につい最近の話で、ずっとみんな食うのに必死だったって多分なんだろう、それでこう食いたい食いたい食いたいってなってたけども、今僕たち食うのに困らなくなった時にまたこうなんか幸せって何かっていう風に考えたり、あとはなんか例えばねお金もっと稼ぎたいとか、なんかいいもの持ちたいとか、そういう風に何かこう求め続けていると思った時に、まあ幸せっていうものは尽きがないのかもしれないね。もう OK って思えば OK だし、でももっと求めることがじゃあ悪かっていうとそれはそれでエネルギー源になってる気もするし、それはそれでいい気もするよね。なんかなんか結構わなんか足りないって言ってる人はすごい多くて、で自分に OK って言えばいいじゃんみたいなことすごい僕いろんな人に言ってたんだけど、いいかもね足りねえもうもっと欲しいって言ってる状態もいいかも幸せ、別に幸せって言うの、幸せってね、なんだろうね、自分で OK って思った瞬間に幸せだし、じゃあ幸せってじゃあないといけないものなのかっていうと別になくてもいいのかもしれないね、うん、そうね、うん、それで言うとね、うん、常に探し続けてる人でもいいし、うん、納得できた、うんとしてもいいし、うん、そうだね、多分まあ納得できないんだろうな。ねえ、そんな気がした。うん、今すげえ。だってまあこの家だってそうだし、アンネモリアだってそうだし、うん、なんか終わりって決めれば終われるけど、うん、いくらでも終わらなくできるっていうか。いや僕今ちょっとさゾワッとしちゃったのがさ、確かにあの終わりって言えばそれに言うことにできるしって言った時にすげえ嫌だって思った自分がいた今終わりにしたくない、もっと求めてたいって思った。なんかハッピーだし胸をハッピーってハッピーって言えるし、でハッピーって自分でハッピーって決めた瞬間って思ってたのに、くせにはいじゃあ今ハッピーで終わりですって言われたとしたら、いやいや終わんないしって思ったもっと求めてたいハッピーだからまあ繋いでる、うん、繋いでるっていうのは全然、うん、そうだね、うん、ここで終わりにせずに次に、うん、結構いったね、はい、すげえ50分話してた結局長編になりました、長編だったね。いやーめちゃめちゃ面白かったな。ハッピーを追い求めることは悪ではない、うん、むしろいい気がする。ハッピーがなくて苦しんでることは最高かもしれないそうだね、うん、だってなんだろう、やりたいことがわからないっていう人がいる中で、うんうん、
やりたいことがありすぎて、うん、どうすればいいかわからない。いるいる、そういう人いる。その人って多分ずっとそんな状態じゃん。確かにそうだね。確かにそうだね。あーもう何から手つけたらいいかわからないっていう悩みの中にいるわけだね。それってなんかハッピーな状態でもありつつ、ね、悩み苦しんでる状態でもあるわけだ。ずっとそうだもん。本当だね。でもそれも含めて最高なんだね。だからその中でもっと細かく言ったら、その中でちょっとこうちょっと力入れた音楽だったり、うん、そういう表現を人と共有することで、うんうん、なんかこう節目節目でこうちょっとガッとこう、うん、ああよかった これ作ってよかったみたいな、繰り返すしかないのかなっていう、うんうんうん、まあ、終わりはないんだけど、うんうんうん、この繰り返しにはきっと、うん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 、そうそう、やっていくしかない。もう終わりのないものをやってしまってる。本当だね。もう終わりないだったらもうそれを割り切るしかないね。やるしかね。そういうもんだと思う。本当だね。もうやるしかないんだね。人の何かもう作り続けるんだもんね。でもなんか本当に無駄な時間は絶対過ごさないようにしようと思った。何それ、どうしたの。いやだからそれはそれはすごく大事なことだって、やっぱ我慢しちゃいけないんだって。お、我慢は すべきでない。そう、いろんな、なんだろう、環境とか自分の環境とかね、だからそうやって自分のやりたいことを求めてたはずなのに、うん、多分俺とかはそうなんだけど我慢をしたりとかしちゃうんだよね。でもどっかでこのなんだろう、今ある環境を崩さないようにとかっていうのをやっぱりしちゃう時がある、うんうん、っていうのをなるべくしないようにした方がいい、うん、だから多分今例えばなんだろう、多分そういう悩みとか絶対いる人はね多いと思う。なんかこう、あ、今の現状を守って、そう守って、うん、そういうのは多分自分を殺すことになるし、はい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 、それだけはしないで、うん、時には逃げて、うんうん、逃げる、とにかく本当に自分がやりたいことを突き進むべきだなって思いました、うんうん、あ、それはね、いいな。僕ね、それこそ久米島で会った、うん、あの写真家の友達が、新しくできた友達がいて、うん、何歳だっけ、21、2とかなんだけど、なんかね、あのすげえいいこと言ってて、くっそーと思ったんだけど、なんでそんなに自分の意見をはっきり持って、かつその自分はこれだって行動できるのみたいなこと言ったら、いや実はさみたいな、じいちゃんがあの会社を作ってこう一世一代で成功したのに、それをかっさらわれたりして、いろんな境遇いろんな体験をした中でじいちゃんが言ったんだって。自分がこれが正しいとか、世界が今世の中がこれが正しいって言ってるものなんかは10年20年に変わるから、自分の心が喜ぶことに向かいなさいって言ってくれたんだって。かっこいいよね。とんでもねえじいちゃん。いや本当にとんでもねえじいちゃんだよね。僕もうわじいちゃん、じいちゃん、じいちゃんがそれを言うってのはすごい。そうそうなんだ。またねそのね、書いてやるんだけど、海外言ってたのがその父ちゃん母ちゃんじゃなくてじいちゃんが言ってた。じいちゃん、そうかね。だからじいちゃんがそうやって言ってくれるから、俺はそういう風にできるっていう風に言ってて、それってすごいし、でも本当にそんな気がするっていうかね。やっぱいろんな我
慢とかってしするべきでない。だって今のその我慢の源泉がもし社会の目とか親の意見とか例えばパートナーの言葉とかだったとしたらそんなもん多分変わるからね。だったら自分がこれ来たものに迎えってなんかそれな気がするよね。それがだから直感にもつながる。わあ、直感つながるね。じゃあそこでそういう我慢とかあってダメだこっからこの我慢を解き放たないとっていう時に受けた直感とかを疑う、うん、本当あんですか。いいですか。いいんですか。ピッてね、ピッピッてね。大丈夫かい。確かにそうだね。じゃあ、本当だね。ちょっと考えるね。考えるね。どうですかね。本当だね。だいぶ喋ったね。というわけでね、ちょっとね、はい、このトール君とのね、ちょっとこの話もマジで楽しいけど、ちょっとまたね、やろうね。やりましょう。うん。今回のテーマは、幸せについて。幸せについて語る。うん、いやいや。またじゃあ、ゆるゆるいきます。ゆるゆる来た。ぼちぼち、ゆるゆる。ゆるゆるぼちぼち、ゆるゆる来て、はい。そのタイミングでまた。はい、雪が溶けたら雪が溶けたら今ぼちぼちあの凍りついてるんで、うん、春が来たら行きます。来てください、はい、春一番と共に。ああいいね、待ってます。行きます。全員が待ち望んでる春と共に、はい、来てください。いやトロ君今日もありがとう。ありがとうございました。待ってます。じゃあそういうような感じで皆さんまた。